英語上の上位クラスのところに入ったってことなんですけど、はい、Be a word for bathroom。 バスルームのちょっとファンタジーになりたと。 Brochure。 おー、かっこいい音。 Brochure。 どう自然ですかっていうのを判断してくれてチェックしてくれるわけですね。はい、では始まりました、アマチュアチャンネルです。さあ、今回ですね、はい、坂井さんにおいでいただきました。まあ、中央大学総合政策学部合格して、はい、英語上の上位クラスのところに入ったってことなんですけど、はい、ついていけてますか？いや、なかなか厳しいですね。やっぱりね、なんか全部英語の授業もあるって言ってたし、そうですね、発言しなきゃいけなかったりするっていうのも言ってたんで、そういう時に自分の英語が合ってるのかっていうのを確認する紙アプリ用意したんで、はいはい、そんな時に使えるアプリが、はい、ダン。ハイネイティブ。はい、ネイティブっていうのはですね、ネイティブスピーカーに何でもこう質問ができるっていうアプリケーションです。だからネイティブスピーカーに質問することによって教科書とかね、うん、載ってないようなこう生きた英語を学ぶことができるっていうものです。ほとんどの機能が無料でできますので、ね、しかも英語だけじゃなくてね、113カ国語に対応しましたから。じゃあ早速やってみましょう。はい、はい、では登録は簡単にできますね。 iOS であったりとか Android とかね、アプリウェブブラウザー版っていうのがあって、 Twitter とかもありますが、まあ、今回はちょっとじゃあ E メールで登録しましょう。はい、母国語、母国語、はい、日本語ですね、はい、で興味のある言語は当然英語、はい、アメリカにして、で、まあ、レベル初級わかんないけど、とりあえずね、ホーム画面にはもうすでにいろんな質問がこうやって、ね、出てきてますね。写真も使えるのか、なるほどな、これ。そして中国語とかいろんなの出てるね。でじゃあ実際にね、質問してみましょう。はい、まず、まあ、なんていうの、一体なんて言ったらいいんですかとか、この英語は自然ですかとか、外国日記とかね、何々はどういう意味ですかとか、これとこれどう違うの、これを使ったちょっと例文教えてよ、なんていうのがいろいろとありますので、はい、はい、じゃあとりあえず何か質問してみましょうか。じゃあまずは、この表現は自然ですかっていうのと、外国語日記以外のテンプレートは全部もう無料で使い放題ですので、はい、はい、言語のその初心者の方でもテンプレートを使ってですね、簡単に質問できますので、はい、じゃあ実際やってみましょう。何か聞きたいことありますか？受験で同窓会とか、まあ、成人式、うん、はいはい、行けなくて。そうだよ、そうだ、その時もね自習室来てましたから本当やってたんで、そうです、それを説明するのに英語で同窓会とか成人式ってなんて言うのかな。なるほど、なるほど、自分の辛かったあの思い出を英語で言う時に表現知らないとダメですね。、はい、じゃあ送ってみましょう、打ち込んで、はい、はい、帰ってきた回答を見ますね。同窓会、クラス、リユニオン。このリユニオンは本当によく使いますね。リ、また、ユニ、1、はい、リユナイトするわけですが。で、成人式は日本の文化的に特定のことですから、アメリカとかには的確な対等の行儀がないと思います。すごいな、これ英語ネイティブの方が一生懸命日本語にしてくれたんだな。とは言っても、普通の翻訳は、Coming of Age Ceremony です。そうですね、Coming of Age Day、 成人の日とかね、言いますんで、という感じですね。知りたいことをね、パッと知ることができて、いろいろと解説してくれたりするので、こうやってですね、そこが違いですね。そんなんググりゃいいじゃんって思ってるかもしれないですけど、やっぱりネイティブがネイティブ感覚で教えてくれるので、はい、そこが違いかなと思いますね。他になんか知りたいことありますか？トイレを、はいはい、大学の中ではラボラトリー、あ、はいはいはい、って書いてあるんですけど、他にもいっぱい表現あるじゃないですか、はい、ラバトリーですね。ラボラトリーだったら実験するとこになっちゃう、ラバ研究室、ラバトリー、ラバトリー、はい、ラバトリーって書いてあるんですか？中央確か書いてあると思います。へえ、そうなんですね、はい、いっぱいありますね、確かにトイレって表現、はい、それどう違うのか、はい、どうですか？他にどんな言い方あるか知ってますか？トイレ、はい、トイレ、ウォッシュルーム、ウォッシュルームね、はいはい、レストルーム、はい、レストルームあります。あと何かありましたっけ？B から始まるやつ、バスルーム、そうそう、バスルームがありますね。はい、確かにこれいっぱい言い方ありますね、はい、じゃあちょっとネイティブに違い聞いてみましょう。はい、では帰ってきたんで見ましょうね。おお、すごいいっぱい書いてある。There are all words for bathroom. A toilet can be the actual thing you sit on in the bathroom, sometimes called a commode too. 古い表現っぽいですね。 A restroom is what you'd call a bathroom in a restaurant, for example, or public place like a mall or theater. なるほどね。 Where is the restroom? It's around the corner and down the hall. あ、なるほどね、ということで、まだアメリカの人からするとやっぱりトイレットっていうのは便器のこと、うん、で、restroom っていうのは外、そう、public place にあるやつのことを restroom って言いますね。だからモールとかシアターって書いてますけど、 yeah, washroom, I think, is what they call public bathrooms in Canada. そうですね、カナダですね、washroom は。 But I don't know for sure.
よくわからない。まあそうですね、アメリカ人だったらわからないですね。カナダ行けば全部ウォッシュルームって書いてるので、レストルームってアメリカで書いてるところが全部ウォッシュルームになってますんで。 But some people might call them a washroom here. あ、アメリカでもってこと。 Lavatory is another fancier word for bathroom ですね。バスルームちょっともっとファンシーな言い方。 In someone's house you'd call it simply a bathroom. そうですね、家の中では基本はバスルーム。 So basically the word you use depends on where you are. そうですね、あなたがどこにいるか次第ですよ。そういうことですね。これは勉強になったんじゃないですかね。まあ、ラバトリーのイメージはやっぱり圧倒的飛行機ですけどね、僕は。飛行機、うん、飛行機はラバトリーって書いてあるからね。そのイメージがすごく大きいですね。まあ、ウォッシュルームは絶対カナダだし。はい、で、やっぱり、そう、バスルームとレストルームの違いは、自分が一番最初に留学した時に聞いたんで、実際。分けてないけど、バスルーム、バスって言ってんだから、まあ一応風呂あるところが家のバスルームで、外に風呂ないじゃないですか、当たり前ですけど、はい、だからあっちは普通はレストルームだよっていう風に言われたの今でも覚えてますね。トイレットはやっぱりイギリスだったらまあ普通ですね。もうオーストラリアでもトイレットって書いてあるし、ニュージーランドでもトイレットって書いてあるけど、アメリカ英語だと便器になってしまいますのでお気をつけください。じゃあ次ですね、その発音についても知ることできますので、はいはい、何か知りたいのありますか。キンフレやってた時に、はいはいはい、トイックのやつね、はい、ブローチャー、ああ、これが読めないと、はい、発音記号読めとかね、再生しろとかっていうのあるんですけどね、はい、トイックによく出てくるやつです、パンフレットの意味ですね、はい、じゃあそれも聞いてみましょう、発音、はい、こういうふうにね、音声もブロシュー、おお、かっこいい音ブロシュー、そうですね、ブロシュアっていう人が多いし、トイックもそうですね、ブロシュアっていう後ろのについてるかな。実際は2つあるね、ブロシュアっていう人もいる。トイックで後ろにアクセント統一されてますね、パンフレットでしかね知らない人多いと思うんですけど、実はこんな単語もありますので、ぜひ知っておいてください。で、こんな感じでね、その単語とか英文のね発音を知ることができますね、はい。で、ここからですね、有料プレミアム会員限定のテンプレートなんですけども、この表現は自然ですかってテンプレートを使うとですね、ネイティブスピーカーに文章を添削してもらえますね、はい、長いやつですね、はい、何か添削してもらいたいものありますか。前日に起こったことっていうのをネイティブに伝えなきゃいけなくて、うん、なるほど、それはその場で考えたんですけど、うんうん、まあ、相手もうんうんうんって聞いてくれたんですけど、実際正しいのかどうかっていうのは分からないので、なるほど、そのうちは英文をね、はい、変えてみましょうね。 Today I stayed at my friend's house. We drank alcohol. I could not finish all the alcohol, so my friend helps. はい、どう自然ですかっていうのを判断してくれてチェックしてくれるわけですね、はい、はい、じゃあ見てみましょうか。お、消されてる。 I could not とか I couldn't finish all the alcohol に直されてますね。 So、 あ、まあ正確にはカンマそうだけどね。 So my friend helps me、 まあこれはダメでしょうね。 So my friend drank the rest、 はい、残りを飲んだっていう風に言えってことですね。まあ helps だって時勢違うじゃん。そうですで、まあ喋るときはね、やっぱね could not じゃなくて couldn't ですからね。やっぱりね、この添削赤と青でねカラーコードされているのでね、間違えたのが分かりやすく見えますので、うん、はい、Your sentences are nearly perfect, almost perfect ですね。 But、you started off in the past tense、 過去時勢で始めたんだから、 and ended in the present tense、ね、それでプレゼンテンスで終わっちゃってる現在で。 I would have remained in the past tense、 past tense のままにした。 Here is my version as follows、 はい、以下のように as follows ね、すごいこつか。 I stayed at my friend's house today. We drank alcohol. I could not finish it all. あ、finish it all、 別にあの、そう書き言葉であれば couldn't にする必要ないんで。 So my friend helped to drink the rest。 あ、help to do の形使ってますね。 helped me だけじゃね、確かに何の help したのか分かんないんで。 You don't have to repeat the word alcohol、 alcohol をリピートする必要ない。 After the first sentence、 なるほど。 The reader should know you mean アルコールだって分かるか。 A rule for good English is not to repeat the same word too often。 あ、これよく言いますね、僕が同じ表現を何度も繰り返してるっていうのは格好悪いんですから、はい、それは下手な人のものになってしまいますので、はいはい、ネイティブ同士も話せんだな。Don't you think that so my friend helps me means they drank the rest together rather than my friend drank the rest? ああ、友達が全部飲んだんじゃなくて一緒に飲んだんだと思わない? You added your own interpretation to the poster's vague sentence. そうね、はい、飲んでるかわかんないってね。ちょっと解釈を加えちゃってない。どっちだったんですか、実際は。実際は2人で一緒に飲んでて、うん、で自分がもう飲めない
ってなったのを友達が一人で飲んでたって、うん、じゃあインタープレテーション解釈を加えられたけどそっちが合ってるね全部飲んでくれたってことねという感じで、ああ直してくれるんですね。なるほど。でこの表現自然ですかのねテンプレートっていうのはですね、有料のプレミアムユーザー限定の機能です。ただ1週間無料でプレミアム機能を試すことできますので、ぜひアップグレードしてみてください。はい、概要欄貼ってありますので、はい、そちら見てください。まあ他のアプリとの違いとしてはですね、 DM 機能がないんですよ。あ、はい、で他の言語交換アプリとですね違ってですね、出会い目的のね、はい、メッセージが来たりしませんので、女性も安心でございます。結構あるんですよやっぱり。あるんです、その悩み。はい、実際無料のねアプリでこう他の人が教えてくれるっていうのがあるんですけど、まあそういう風に使われてることが結構あったりするので、勉強に集中できる安全なアプリです。はい、どうでしたか。いやすごい便利ですよね。すごい使いやすいです、はい、よかった。これでまあレベルの高い授業でありますね、はい、これをね役立ててやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、概要欄にハイネイティブ貼ってありますので、ぜひぜひ試してみてください。はい、でしょ、ありがとうございました。 Thank you for watching.